今日も前回に引き続いて、小学校付近の放射線量を測ってみたいと思います。まず最初は茨城県日立市市立中町小学校の門の前にある遠赤の、放射線量を測りたいと思います。中町小学校の門の前にある遠赤の放射線量は約1マイクロシーベルトあります。